初代ピール伯爵、ウィリアム・ピール初代ピール伯爵、ウィリアム・ロバート・ウェルズリー・ピールは、イギリスの政治家、貴族。初代ピール子爵、アーサー・ピールとその妻・アデレード・ピールの間の、長男として生まれる。ハーロー校を経て、オックスフォード大学ベリオール・カレッジへ進学。1900年から1906年にかけて、マンチェスター南部選挙区から選出されて統一党の、庶民議員となった。 1909年から1912年にかけては、トーントン選挙区から選出された。1912年10月24日の父の死により、第2大 PL 支社会を継承し、貴族院議員に転じた。1914年から1919 19年にかけて、ロンドン参事会議長を務めた。保守党政権において、閣僚職を歴任し、1919年には、 陸軍省政務次官に就任するとともに、数密顧問官に列した。1921年から1922年にかけて、ランカスター公領大臣と運輸大臣を務めた。1922年から1924年にかけて、インド担当大臣。1924年から1928年にかけて、建設長官。 1928年から1929年にかけてインド担当大臣を務めた。1929年7月10日に連合王国貴族借位ピール伯爵に寄せられた。1931年には王子証書に就任した。1937年9月28日に死去。借位は息子のアーザーピールが継承した。 1912年10月24日に、父アーサーアピールの死去により、以下の借位を継承した。1929年7月10日に、以下の借位を新規にノブされた。1899年4月11日に、初代アシュトン男爵、ジェームズ・ウィリアムソンの娘、エレノア・ウィリアムソンと結婚。彼女との間に、以下の2子を設けた。ありがとうございます。